どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回はからかい上手の高木さん見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。チョコ、バレンタイン、もしかして。緊張してきた女子が。そうなんだね。からかい、どんなからかいだろうね、高木さん。3つも入ってるけど、先輩って書いてあったけど。どんだけ、それはすごいね。3つも、だから先輩へって何？なんか知り合いの後輩いたっけか。高木さんって決めつけちゃっていいわけ？それ。ガチのやつじゃない？これガチのかも。3つも、いやそうかもしれないよ。でも西方の後輩でいたかな、そんな子。今まで出てきてないような気がするんだけどな。文化祭で好きになりましたっていうことだから、もしいたとしたら今回初登場ってこと？いやーどうかな、それは。いやーでも西方の思惑通り、高木さんのね、からかいのような気もするな。3つっていうのがね、また全部先輩へって書いてあったと思う、多分さっきの見たら。でも全部高木さんのって考えても最高だよね。高木さんから3つもらえるってでもまあ毎年のようにもらってんだろうな、西方は。今年はからかいに引っかかんないみたいなこと言ってたから、良いね、幸せもんだよ。そして今回もね、バレンタインデーっていうことで、またイベントものではありますけど、このイベント会の時は本当に神回になる傾向があるから、からかい上手の高木さん。どうかね、あのクリスマスもすごい良かったよ。あのプレゼントをまた、巻いてんのがいいよね。西方も巻いてるし、高木さんも手袋してるしね。2月14日、この1万円もすごいいいね。お、いるよ。黒板消し当番だ。日直か？気づかれている。あ、あ、そうなの。高木さんには言わないの？お、今日は何の日ですか？昨日から考えてたのね。そうなの？煮干しの日。煮干しになるか？あ、なるほどね。煮干し。なんか高木さんテンション低くない？あ、はっ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 は。
なんか高木さんそっけないっていうか、なんかテンション低いというか。084なんだ、084。お、早い。おはようね。うん。うん。8。え？これは分かったぞ。これは分かったぞ。うん。そういうことだよね。あれ？なに？高木さん。そうだわね。確かに今回は外れてよかったね。いや本当だよ。本当だよ。うん。宿題？おー、なんでしょう。高木さんがわかんないやつを。あら、打ち明けるの？いえ。うん。え？高木さん？なに？そうだよね。あれ？なんだ？高木さん？どうした？なに？メリーバレンタイン。本当に幸せそうだね、ミナは。はい。そうかい。おおお、ちゃんとしてんじゃん。なんかふざけたやつかと思った。うん。そうですか。チョコよりも硬い。うん。何？溶けてる。なんでだ。なんで溶けたの？え？カイロ。みんな。かわいいのよ。うん。本当だよ。あんなちゃんと自分でさ書いて、おっ、あ、買ってきたのね。みんなよかったね、よかったね。もんじゃ焼きじゃない、もんじゅの知恵だよ。あー、みんなあんな手作りで作ったの超かわいいね、みんなね。で、何してんの？何？なんかさ、木村の顔ちょっと妙にリアルなんだよな。あ、チョコ。そうだ、そっとあげたいよね。うん。そっと。あ、浜口は、おー。お嬢さん、今の言い方なんかいいね、お嬢さんの。お、あ、あ、あ、こういう感じですか。
でもこれでも全然嬉しいけどね。そっけな、なんかあるんじゃないの、もしかして。だよ。まあね、まあそう、うん、なんだって。うんうん、なにまあそうなんだよ。EST をつける。高木さん、なんか元気ないよ。どうしたの？もわうん、上の空。そうだね。うん。お。消しカス伸ばし対決。お。え特訓してたの、高木さんと勝負するために。うん、そっか、高木さんの喜ぶ顔が見たいもんね。自然か。うん、ほうずっと見ている、ずっと見ているよ。あれ最高記録更新してんじゃないの。うん。本当に頑張ってくれ、頼む高木さん。うん、え、あ、先生。ビュテストに出るってさ。うん、なんかね、いつもの感じじゃないよね。何それ。チョコ焼け食い祭り。面会だってよ。後輩ちゃんなのこの子。嘘でしょ、本当に本当にあのチョコの子。うん、あ、マジの？本当の？上。え？え？何？何？何？
ああ高木さん、ああ、西方、そりゃねえよ そりゃねえよ あ、そうっすか。西方の下駄箱に入ってたやつだけど。まあまあまあ、よかったね。うん、その点はすごく良かった。高木さんがいない、さっきいたけどね。でも見てたよ、光景を。どう、浜口。あ、手作りもらえなかったね。北条さんは手作り。よく知ってるんだね。違うんですよ。そうなの？焦がした。よかったね。違うんだよ。もう買おうよ、高級チョコ よかったね、浜口。あ、確かそういうことになるね。でもそんなことないと思うよ。ただ高木さんが元気ないからさ。あ、高木さんのチャリあるよ。ここの神社はなんかね、思い出深いところだからね、祭りをね、一緒に行くって決めたとこだよね、確かね。ミキの時かな。ああ、手袋してるよ、手袋してる。あ、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 ちょっと高木さん、うわー、何回も消してかっ、おー、打ち直してる。高木さん。あ、なんとも素晴らしい、この感じ。またあの距離が微妙。出たか。高木さん。ああ、そうなんだ。
見たんだ。うん。うわ、うわ、これもうこんな顔赤くなっちゃって。いや、これはもうたまらんな。うわ、今の西方の可愛いぞ。うあ、あ、高木さんめ、煮干し。ね、朝ね。あら、あら。うん。あ、本当の。あ、岸子のやつ、うん。3センチ超えてください。いやー、もうなんだよ。もう君ら、最高だ。で何それ、何それ、何膝メロンパン焼きそばパン、ええ、なんだって、おう、うん、ついに来るのか、わあ、だー、本当に、マジでこれ本当に来そうじゃない、ついに西方高木さんに告る。いやでもさ、もしも告ったとして、まあ 100%OK でしょこんなん、だってもう我々はね、この2人をずっと見てきているけど、最近のこの2人はもうやばいよ。付き合ってないのっていうぐらい本当にね、キュンキュンさせてくれてますから、今回のも良かった。何あれ、もうね、高木さんもたまらんかったけど、今回ね、西方もすごい良かったよ。高木さんにねチョコをもらった時のさ、顔めちゃめちゃ可愛かったけど西方、はあ、そして相変わらずこのエンディングも神だね。これがセカオワの深瀬さんが作った曲みたいですね。曲自体はセカオワの曲なのかな、ちょっと今見てなかったんだけど、いやー、よかった。今回も高木さん本当に素晴らしい。毎回毎回キュンキュンさせてくれるね。バレンタインデー、まあ、前半があんな感じだったから、あ、神演出みたいなのないのかなと思ったけど、最後の最後にね、来た、やっぱり神回だった。はい、ということで今回同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に関する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。